こんにちは、こだわりルームツアーです。今回は意外な家具を使ったお部屋作りの参考になりますよ。お邪魔するのは東京都在住リカゴロさんと翔太郎さんのサンルームで非日常を味わう異国空間。早速お邪魔します。玄関を抜けるとそこには日当たり抜群のアーティスティックなリビングがお出迎え。素敵なお部屋での暮らしにパグのメンマちゃんも満足そう。このお部屋の間取りは 1LDK の22畳で、築年数は38年。サンルームで植物が元気に育つところがお気に入りなんだそうです。それでは家具のこだわりポイントを見ていきましょう。リビングに入ってすぐ目に入ってきたのはレゴブロックでできたこちら。お店の外観や家具まで作り込まれていてハイクオリティ。ちなみに翔太郎さんが8時間かけて作ったとのこと。さらにキューピーが描かれた染め布やモーニング娘。のシールなどでレトロ感を演出。こういった雑貨を置くことでお部屋がさらに華やかになっていますね。こちらの棚には本や CD、フィギュア、酒瓶などのコレクションが飾られています。まるで海外の雑貨屋さんのようでおしゃれですね。続いてこちらのおしゃれなラウンジチェア、座るとすっぽり包まれている感じでとっても快適なんだそう。座るだけで仕事の疲れが癒されそうです。窓際にはサボテンとなんと炭でできているパグの置物。続いてサンルームを見てみましょう。こちらのサンルームでは2人で安らいだり仕事をしたりすることもあるそうです。こちらのオリジナルのドキドキガチャはお出かけ先や献立を決めるときに使っているそうです。イラストはリカゴロさんが担当。味のあるいいイラストです。続いてインパクト大のこちらのオブジェ、フリーマーケットで購入した際表面がボロボロだったので絵の具で塗り直したそうです。アーティスティックなお部屋の雰囲気にぴったり。最後にトイレを拝見。飲食店の名刺やカードを置いたり、リカゴロさんが描いた絵を飾ったりしています。一番のお気に入りは人気番組のタオル。翔太郎さんが誕生日にプレゼントしてくれたそうですよ。こちらのお部屋に住むリカゴロさんと翔太郎さんの1ヶ月の出費のグラフはこちら。お部屋の装飾品に一番お金を使っているそうです。今回のルームツアーはこれにて終了。サンルームの活用法やトイレをおしゃれに見せる方法が参考になりましたね。